左から木戸高吉、山口直吉、岩倉智美、伊藤博文、大久保利道岩倉施設団とは、明治維新期の明治4年11月12日から明治6年9月13日まで、日本からアメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国に派遣された施設団である。岩倉智美を全県とし、政府首脳人や留学生を含む、総勢107名で構成された。 1870年7月に始まった北、ドイツ連邦プロイセン王国と第二帝政フランスの間に、不服戦争は、ドイツ側の連合国が1871年1月に統一され、ドイツ帝国となり、4月にはビスマルク憲法が施行された上、5月には終結していた。ただ、1870年10月に日本政府が、 北ドイツ連邦フランクフルトの印刷会社、ドンドルフナウマン社に注文した偽造通貨対策のための紙幣は、施設団が出発した1871年11月には、まだ届かなかった。明治4年11月12日に、米国太平洋優先会社の蒸気船、アメリカ号で横浜港を出発し、太平洋一路カリフォルニア州サンフランシスコに、向かった。 その後アメリカ大陸を横断しワシントン DC を訪問したが、アメリカには約8ヶ月もの長期滞在となる。その後大西洋を渡り、ヨーロッパ各国を歴訪した。ウィンザー城施設団は、キュナード社の蒸気船オリムパス号に乗船して、1872年8月17日に、イギリスのリバプールに到着した。ロンドンから始まり、ブライトン、ポーツマス海軍基地、 マンチェスターを経て、スコットランドへ向かう。スコットランドでは、グラスゴー、エディンバラ、さらには、ハイランド地方にまで足を伸ばし、続いて、イングランドに戻って、ニューカスする、ボルトンアビー、ソルテア、ハリファクス、シェフィールド、チャッツワースハウス、バーミンガム、ウスター、チスターなどを訪れて、再びロンドンに戻ってくる。1872年12月5日は、ウィンザー城では、 ビクトリア女王にも越見し、世界随一の工業先進国の実情を、つぶさに視察した。1873年3月15日には、ドイツ最小、ビスマルク主催の官邸版参会に参加。ヨーロッパでの訪問国は、イギリス、フランス、ベルギー、オランダ、ドイツ、ロシア、デンマーク、スウェーデン、イタリア、オーストリア、スイスの12カ国に上る。キトは 地中海からスウェズ運河を通過し、航海を経てアジア各地にあるヨーロッパ諸国の植民地への訪問も行われたが、これらの滞在はヨーロッパ各国に比べ短いものとなった。当初の予定から大幅に遅れ、出発から1年10ヶ月後の明治6年9月13日に太平洋優先のゴールデンエイジ号で横浜港に帰着した。ルス政府では、 朝鮮出兵をめぐる、政官論が争われ、施設帰国後に、明治6年政変となった。もともと、大隈重信の発案による、小規模な施設団を派遣する予定だったが、政治的思惑などから大規模なものとなる。一国の政府のトップがこぞって、国を離れ、長期間外遊するというのは極めて異例なことだったが、直に、西洋文明や思想に触れ、しかも多くの国情を、 比較体験する機会を得たことが彼らに与えた影響は大きかった。また同行した留学生も帰国後に政治、経済、科学、教育、文化など様々な分野で活躍し、日本の文明開化に大きく貢献した。しかし一方では権限を超えて条約改正交渉を行おうとしたことによるルス政府との摩擦。 外遊期間の大幅な延長、木戸と大久保の不仲などの政治的な問題を引き起こし、当時、条約は結び損ない金は捨て世間へ対しなんと、岩倉と強化に謳われもした。施設団のほとんどは断髪、洋装だったが、岩倉は曲げと和服という姿で渡航した。この姿は、アメリカの新聞の挿絵にも残っている。日本の文化に対して誇りを持っていたためだが、 アメリカに留学していたこの岩倉智さだらに未開の国と穴取りを受けると説得され、シカゴで断髪。以後は様相に改めた。条約を結んでいる各国を訪問し、元首に国書を提出する江戸時代後期に諸外国と結ばれた不平等条約の改正のための予備交渉西洋文明の調査施設団の主目的は友好親善及び 欧米先進国の文物視察と調査であったが、各国を訪れた際に条約改正を打診する副次的使命を担っていた。明治政府は旧幕府と締約された各種条約を新政府のものとに置き換えるべく、明治初年度から順次交渉を続けていたが、1872年7月1日をもって欧米15カ国との修好条約が改定の時期を迎え、 以降一カ年の通告をもって条約を改正し得る取り決めであったので明治政府はこの後期を捉えて不平等条約の改正を図ったのである。だが日本は法制度が整っていないことなどを理由に不成功に終わった。諸説だが岩倉施設団は二度アメリカを往復したと言われており一度目は岩倉智美が日本に資料を忘れてしまって帰国したという話もある。 施設46名、随員18名、留学生43名。施設は、殺鳥中心、初期間などは、旧幕臣から選ばれた。後に、ジャーナリスト、文筆家として活躍し、立憲艇政党の回答にも参画した、福地源一郎の地に、外交官、林忠として活躍し、1902年日へ、同盟締結時の中英講師となった。 林忠したサブロー帰国後に、米欧海乱実記を編集した、久米国武西南戦争に倒れた、村田新八金子健太郎。写真は晩年のもので、留学当初は小学生。新政府の米国留学女学生左から、永井茂子、上田帝、吉松良、津田梅、山川捨松。明治4年。生命はいずれも当時のもの、数字は数えとし。 留学生のほとんどは士族だが、清水谷金にになる傍女、俊明、までの工事正秀、武者の工事さねよ西木工事来子とは、区下出身。後に同志社営学校を開きキリスト教の伝道に生涯を捧げた新島城ほか、施設団のアメリカ滞在の際、明治政府が金貨を鋳造、発行するにあたり必要な資金を調達する契約を、 カリフォルニア州のバンクオブカリフォルニアと結んでいる。これは明治政府がアメリカの企業と結んだ最初の契約であると言われている。なおバンクオブカリフォルニアは1984年に三菱銀行により買収され、さらに1996年の東京三菱銀行誕生に伴い東京銀行参加となっていたユニオンバンクと合併し、 MUFG ユニオンバンクとして現存している。また、明治政府とバンクオブカリフォルニアの間で締結された契約書は現存しており、サンフランシスコにある MUFG ユニオンバンクの博物館に収蔵されている。契約書には伊藤博文及び大久保利道の署名が残されている。専門的な編著単著一般向けの書籍、アメリカではグラント大統領、 イギリスでは、ビクトリア女王、フランスでは、ティエール大統領、ベルギーでは、国王レオポルド2世、オランダでは、国王ウィレム3世、ドイツでは、皇帝ウィルヘルム1世と謁見した。宮永隆アメリカにおける、岩倉施設団、岩倉大使の条約改正交渉、社会、労働研究第38巻、第2号、法政大学、1992年1月。 43から93ページ、ネイド1100億18万4475。長野慶治郎国立公文書アジア歴史センター、池田幹字国立公文書アジア歴史センター、安倍仙国立公文書アジア歴史センター岩倉、施設団、メンバー米王赤い乱の会、吉尾栄章国立公文書アジア歴史センターウリウ、フルー、流進言葉区画学生の外歴は、以下の通り、 上田亭、上田亭子、満14歳、旧幕臣、上田春の娘、後に、医師、桂川はじめじと結婚、没年不詳。吉松良、吉松良子、満14歳、旧幕臣、吉松正雄の娘、1885年以前に死去。永井し永井し子、満8歳、旧幕臣、増田隆之助の娘。津田梅、津田梅子。 満六歳、旧爆心、津田千の娘。山川捨松、満十一歳、藍津藩の国家老、山川直江重方の娘。三菱 UFJ フィナンシャルグループ。MUFG のある暮らし5号。2021年4月18日閲覧。P23 ウィキソースには、岩倉金座ネの原文があります。ありがとうございます。